じゃあこれ図1、これ図2にするよ。図括弧2の、を出すと、炭素が存在している可能性があるのはこことこことどっちですか？上だよね。じゃあここの体積は360ml でしょ。その気体の中の これここに空気が入ってるんでしょ。ほら空気の 20% が O2 なんでしょ。じゃあこの中に O2 はいくつ入ってるかっていうと 360×10^2 でしょ。72ミリリットルでしょ。単位必ず書いてね。単位書かないと何求めたか分かんないから、これグラムだっけなとかね、モルだっけなとかね、単位がたくさん出てくるんで単位は必ず書く。この後どうしますかと、どう単位変換するの、これだよね。次1モルは何ミリリットルなの。そう、24000ml だよね。で今 72ml なんでしょ。じゃあ24000分の72だよね。24000分の72をすればモルが出るでしょ。括弧1の式ね。 360×10^2×72は、だってここでしょ今。あ、出した。だから24000分の1でしょ。×1000でしょ。あー、かけ1000。そしたら綺麗な数字になるでしょ。いくつ？3だよね。合ってた。ほんまに？全然違うけど、これをこのまま20だったら雑なんだけど、やり方が。たまたま、はい、3ミリモル。ほら、離さない方がいいね。ミリ MMOL だね。3ミリモルが入ってますと。多分これどっかでまた使うから、次の括弧2以降で、問い2以降でね。だから解読のこういうのここに結論だけ、何が O2 が3ミリモル入ってます。じゃあちょっと消しちゃうよこれ、はい。で次、さあ問いに、150ml 中のスポインの中のスポドリンの中のグルコースのミリモルを出しましょうと。って言ったら、ミリモルを出すってことはミリリットルをモルに変換しろってことでしょ。でもまず 150ml のスポドリの中にのグルコースっていくつ入ってんのこれ。2250mg だよね。 150ml あたり 2250mg 入ってんでしょ。まあ、つまり 2.25g だよね。でそれのモルを出すと、ミリモルを出すと。ってことはグルコースの分子量、H12O6 なんで、これ180でしょ。これもう覚えちゃってね。これ72の12の96でしょ。
だからわざわざ問題文の中で C は12、H は1、O は16って書いてあるんでしょ。で180っていうのが出ると結局モル質量が出て、この180ってことはグルコースっていうのは1モルあたり 180g ですよ。ってことはこの 2.25、 この150ミリリットルのスポドルの中のグルコースが 2.25g 入ってるんで、 180g 中の 2.25g をするとこれモルが出るよね。で今回ミリモル出すから線をかけると、そうすると2250÷180、つまり225÷18をすればいいってことでしょ。そうするといくつ？10.5 ミリモルになるよってことです。いいですか？